はい、どうも、カゴタスです。ご視聴ありがとうございます。本日、7月の13日水曜日、16時回りました。お知らせ更新来ております。ちらっと見えてますけどもね。はい、上から順番に見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずはアップデート情報ということです。7月の15日金曜日、14時から、16時まで。2時間枠でアップデートできるのか、非常に不安ですけども。はい、アップデート内容としましては、リーグのリニューアル、あとクリアーコマンドの調整、調整されるんですね。はい。なるほど。で、友達の上限人数をランクに応じて50人から最大100人に変更。あ、なるほど。はい。で、フレンドリーマッチ、グループマッチのレギュレーションに確率設定項目を追加。はい。これね、待ち望んでいる方多いんじゃないでしょうか。で、マッチアップ時の潜在スキルアイコンの表示を調整。パラメータアップなどの、同種類の潜在スキルは合計値を表示するようにしましたということで、はい。いくつかね、修正入ると。リーグリニューアル、金曜日でリニューアルしちゃうとどうなるだろう。ね、どうなの？今やっているリーグ、途中で変わっちゃうんですかね。はい。クリアのやつはね、はい、どういう風に調整されるかは非常に見どころですね。今ね、ま、この間ちょっといろいろとね、昼のお話させていただきましたけども、なんか後ろの方にね、蹴っちゃったりっていうのもあるんで、ああいうのはね、はい、変わってくれることをね、祈っております。はい。まあね、いくつか変わってくるということで、金曜日楽しみに待ちたいと思います。というところで、ドリコレ情報ゼータンですね。ただこれネクドリじゃないんだな、ユニフォームがね。はい。見ていきますね。あ、詳細は出てない。ってことは、これは、ディスコードで詳細が出てくるでしょう。はい。15日金曜日16時から22日金曜日13時59分までということで、ドリコレは、ピエモンテのゼダンということで、あれですね。まあ、ネクドリの前、原作ベースというところでしょうね。はい。じゃあ、果たしてこのゼダンがね、どういう性能をしているか。先月の周年期間中にね、パスカットが取れる、1日1回の限定シナリオありましたんで、まあ、そういったところもね、活かせるんだと思いますから、はい、楽しみではありますし、ピエモンテのキャラなんでね、イベントスコラボ、周年期間中にありました、パラメータアップがね、ピエモンテキャラのパラメータアップっていうところが、まあ、活かせるキャラクターというところで、バッカス、ダビー、あとジェンティーレ、でしたっけね。ここが、ダビジェンティーレがパラメータ 1.5 ずつで、バッカスが 1% というところで、トータル 4%、ピエモンテの選手が、絆以外にね、バフ乗せができるというところもありますんでね。ここは非常に、楽しみですね。はい。ちょっとね、どういう、ステータスになるか。はい。これはこれで待ちたいと思います。はい、続けてリーグリニューアルデイリーミッション。なるほど。デイリーミッション。リーグリニューアルデイリーミッション。なんかちょっと違和感のあるあれですけども。こちらは16日土曜日0時から8月5日金曜日23時59分ということで、長いのかな ?2 週間。はい。デイリーミッションがいっぱいありますと。夢玉、スキップチケット、ブラックボール。まあ、タモツくんがここにもまた描かれていない。トモツくんはもう配ってくれないのか。はい。で、また復刻。はい。今度はレビンくん。金曜日ですね。15日、金曜日16時から22日、金曜日13時59分ということで、なかなか新しいの来ないですね。1年来てない。はい。ってことは、まあ、この次あたりにやっと来るのかな、新しいの。はい。ということです。はい、続いて RNG 調整テストについてということで、下記日程にてフレンドリーマッチ、グループマッチに RNG の、調整対応を反映したレギュレーションのテスト実装を行います。RNG とはマッチアップ時に勝敗に関わる確率の値となりますということで、15日金曜日16時から。まあ、これは設定をね、有効にしないと、反映されないかと思いますので、はい、金曜日になったらね、アップデート後に、こちら、まあ、やってみたいなと思います。
で、リーグアップデートということで、こちらは 6.3.0 リーグアップデート内容、マニュアルモード選択時にも一部デッキポイントが獲得できるように変更いたします。対戦相手のチーム総合力によって対戦した際に獲得できるポイントが増減するように変更いたします。リーグアップデートに伴い対戦相手の抽選方法を調整いたします。アップデート前と変わらず同じ階層のプレイヤーから5人が選ばれます。各試合ごとに行える対戦相手の更新に回数上限を追加いたします。なるほど、なるほど。これはまあどうなるかですね。マニュアルでも、いろんなね、ポイントを加算されるというところはもちろんこれいいと思いますし、ただマニュアルの方が稼げるのかね、オートの方が稼げるのかっていうところがね、やってみないとわかんないところかなと。はい。で、対戦相手のチーム総合力によってね、まあ要は強い相手とやって勝った方がね、ポイント高いですよってことなんでしょうが、点数がたくさん入った方がポイントになるのかね、その辺も注目かなと。はい。あとは、対戦相手、まあ今だとね、ある意味こう無制限で更新っていうのができちゃいますけども、その更新できる回数に上限を設けるということなんで、ね、場合によってはずっと強い総合力がね、相手しか出てこない可能性ももしかしたらあるのかもしれないのでね、まあこれがどういうふうに影響があるかというところはやってみないとわかんないところですと。はい。いうところですね。はい。ということで、本日の更新としては、まあアップデートがね、まあリーグの方は以前から、今後回収しますよって案内もありましたし、RNG のところもね、同様に、事前にアナウンスはありましたので、まあそれ以外のところですね。まあこのクリアのね、コマンドの調整というところは非常に楽しみです。はい。まあ今までだとね、クリアが逆にピンチを招くケースって結構ありましたので、それがやっぱ変わってくれることでね、だいぶやっぱ試合展開っていうのも変わってくるだろうし、はい。まああとはね、このクリア、選べる選べないって、ね、あれですからね。味方の頭の上を越えて、自分にね、ボールが当たった場合ってクリア、今選べないから、そういうところもね、変わってくれていれば、まだいいんですけどもね。ちょっとそこまではどうなんでしょう。はい。まあ、単純にこう、ボールをね、飛ばす方向、必ずクリアした選手よりも、相手陣地の方向に飛ばしてくれればね、いいし、はい。ちょっとその辺、これもね、やってみないとわかんないところですけども、まあ、ここは非常にありがたいなと思います。はい。で、あとは、友達の上限。ね、今50人というのが上限になってますけども、まあ、これはランクに応じて100人まで増やせますというところなんでね、これはこれで、はい。非常にいいんじゃないかなと思います。はい。そんなところでしょうかね。まあ、楽しみなのは、楽しみなのかな。はい。ドリコレ、周年明け一発目のドリコレということでね、ここでまた、どういった風にね、ステータスが変わってくるのか。はい。まあ、これまでの、周年前までのね、同じような形で、まあ、割と、緩やかな強さのね、キャラクターなのか、まあ、以前のようにね、ドリコレってやっぱりなんかちょっと尖っている、一部尖っているようなね、イメージありますんで、まあそういうところにまたなってくるのか。はい。まあはたまたね、そういう、こう、幅広く使えるような、キャラクター、まあ全体的にこうね、ステータスが高いようなキャラクターなのか。あとは、やっぱり、潜在スキル特にですね、この辺がどうなるかですね。ゼダンなんで、まあオフェンシブミッドフィールダーというポジションにはなると思いますんでね。まあ、ポジションとしてはオフェンシブのみと、おそらくなるでしょうから、まあ、ここはどういう形で、デッキに組み込めるような性能になるのかね、これ非常に楽しみにしたいなと思います。はい。ここはもうディスコードでおそらくね、情報出てくると思いますので、はい、こちらに関しても、またね、ディスコード更新されたタイミングで、お土産の方はさせていただければと思います。はい。というところで、この時間に関しては以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございました。
よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。